はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんはチェーンストライクというカードをご存知でしょうか。このカードチェーン2項に発動できまして、発動時に積まれているチェーンの数かける400ポイントダメージを相手のライフに与えるというね、クソカードになってます。はい、で同一チェーン上に、同盟カードの効果発動している場合は発動できないよという、まあだから別々のカードのチェーンだったらいけますよという、まあそういうね、カードになっているんですけれども、これね、先日ね、このカードを使った天才デッキと当たりまして、私その動画を覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんが、あのデッキちょっとね、構築甘かったんですよね。若干ちょっと確定ルートをもうちょっと簡単にできるんで、ちょっとね、天才デッキを、まあ、ある程度リスペクトをさせていただきまして、添削してきました。はい、天才デッキを添削してきました。チェーンストライクというカード、あ、これね、ちなみにね、言い忘れてた、致命的なマスターデュエルによる、まあ、バグじゃないんだけど、なんだろうな、仕様の不都合がありまして、これね、チェーン2個に発動できるってことは、チェーン20組んだらもう8000削れるんですよ。チェーン20組んで 20×400 イコール8000なんで、削れるんですけど、なんとマスターデュエル君、チェーン16までしか組めないっていう仕様になってます。自分のカードでチェーン16まで組んだら、もう強制的にチェーンがもう終わっちゃうんですよ。チェーン16までが限界なんです。これね、終わってるなと思ってるんですけど、これね、だからね、チェーン16、つまりね、6400ダメージが最大ダメージなんだね、このカード使う場合。だから、それ以外の部分で、ちょっとライフを削り切る必要がありましたね。はい。というわけで、まあ、今回はちょっと、まあ、ギミックはちょっと動画見ていただければわかるかなと思うんですが、まあ、最強の、カードを使いまして、最強カードをリバースすると、宇宙最強、効果をで、なんかチェーンがめっちゃ組めるんで、はい。これでなんとかチェーン16を組んで、まあ、15以上ですね、15以上組んで、なんかバーンダメージめっちゃ与えて、あとの残った、まあ、相手のライフ、まあ、もうなんかぶち込んでいこうと。気をつけろ、ガンマンライン、デュエル、スタンバイ。さあ、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。本日はですね、以前ちょっとね、対戦した方がね、天才的なデッキを使っていたんですが、その天才的なデッキちょっと構築が甘かったんで、はい、添削してきました。クソデッキを、私がより高いレベルへとね、昇華して最強のクソデッキへと、進化したその姿、これをご覧いただきましょう、皆さんに。はい、ですね、ギミックはまあちょっとデッキ改正のところでやってんじゃないかと思うんですけども、まあ、見ていただきましょう。はい。で、まあ、これはいつものムーブですね。この辺ね、クソデッキ講座みたいな、オンラインくじ買っていただいた方限定で、ちょっと動画にしたことあるんですけども、それで詳しく解説してるんですが、このゼンマイというギミックは本当に、マジで、宇宙最強でございまして、まあ、このギミックを使うと何でもできるんですね。はい。マジで。できないことはないと言われています、このギミックを使えば。まあ、ちょっと、メインデッキにゴミがいっぱい入ると、ゴミっていうか、なんだ、引いたら嬉しくないカードがいっぱい入るというところはあるんですけども、まあ、それを受けてもあまりある、まあ、パワーとなっておりますね。で、レベルを4に上げまして、で、ゼンマイを特殊召喚していくと。はい。ほんで、まあ、イゾールで出しますと。戦色モンスター2体でイゾールで、はい。イゾ&ルでね。で、イゾルで効果。そういえば、そろそろ遠征騎士の、あれじゃないの、新規も来るんじゃない、シャレルテとか、あと、リッチャレッドとか、あの辺来るとね、結構またイゾルでがね、より強くなるんでね、ちょっとね、早めに遠征騎士新規欲しいなと思ってるんですが、終末の騎士特殊召喚、で、妖刀効果発動。これちなみに魔法カードね、装備カードと、あと、とある、まあ、魔法カードしか入ってないんですけども、なんでちょっと装備カードでデッキ持せないカード引いちゃうとちょっと失敗という話あるんですが、割とシビアではあります。で、レベル4のモンスターが4体でオーバーレイネットワーク構築エクシー召喚。あれをダランベルシアン。
これね、好きなね魔法トラップをね何でもサーチできるっていうね、このカードですね。これがねやっぱね他のギミックではできないところですよね。なんか他のギミックって結構なんかトロイメアグリフォンとかでセットし直すとかそういうのでやってると思うんですけど、まあ、ダラメダッシュは普通に持ってこれるんでね。はい、最強です。セレーネ出していく。セレーネ効果発動。セレーネの、まあちょっとあのネタバレが過ぎるという話がありますけどね、これあの最強カード持ってきてるんでネタバレが過ぎるという話ありますけれども、で、サモンプリンスト特殊召喚効果発動、手札をぶん投げまして、これ用途で持ってきたやつでさっきね。で、デッキからレスキューフェレットを特殊召喚で、リンク先をちょっと作りたいので、アポロウーサちゃんを出しまして、で、パンツが完全に見えるんで、皆さんよくご覧くださいと。はい、完全にパンツが見えました。で、レスキューフェレットの効果。自分を、リリースすることに、あ、じゃあデッキを申すことによって、デッキから、まあ、レベルが6になるようにモンスターを特殊召喚できるんですけども、まあ、ちょっと不穏なモンスターをね、いくつか出していこうと思ってます。さあ、キラ。はい。で、これでですね、一旦 G ランティスを出しまして、で、そうするとちょっと出し直しができるんですね。効果もかかっちゃってるんですけども、レスキューフェレットが出してきたモンスター。これ出し直すことによって効果有効になるということで、はい。全員特殊化しましょう。ほい。で、ちょっとね、リンク先をいじる必要があるんですけども、イゾルデはどこでもいい。はい。OK。で、これは、リンク先に出るようにして、で、これ裏守備で出して、さあやばいモンスターがやばいモンスターが裏守備で特殊召喚されましたというところ で、 でリンクディサイブルの効果を、リンク召喚して、オッケー。でディサイブル君の効果がですね、カード1枚ドローしまして、で1枚デッキの底に戻すという効果があるんですよね。でこれで、1枚ドローしまして、デッキ底にチェーンストライクを戻しました。で、一旦アポロウサギを出しまして、はいはいはい、とこれで準備は整いました。今デッキの中には魔法トラップカードが一番そこにチェーンストライクがあるだけです。いきましょう。 AD チェンジャー効果ぞ。 AD チェンジャーの効果によって窓坂勝利をリバースで、窓坂勝利の リバース効果、魔法トラップカードが出るまで、デッキから墓地にカードを、めくって送って、で魔法トラップカードが出たらそれを手札に加えるという効果だったんですけども、これが今現在デッキそこにチェーンストライクがあるだけなんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、これデッキが全部掘れますデッキ全部掘ります。今からさあチェーンストライクがゲットできましたということで、あとは、ね、チェーンを組んでいきましょう。ライトロードビースト、ウォルフとボルカニックバックショット、それから、ライトロードアーチャーフェニス、および、リバイバルゴーレム、これを、特殊召喚するという効果、これチェーン4で、チェーン5、やることやること、ハンドルドラゴンチェーン5で、チェーン6、ギルファデーモン対象で、チェーン7、どれだ、どれでもいいな、エイリアンバスター、はい、チェーン8、遊戯王マスターデュエルの使用によってちょっとチェーンそろそろ考えないといけないんですよね。これね、やばいっす、これそろそろやばい。あのチェーン16までしか組めないっていう使用があるんですよ、遊戯王マスターデュエル。チェーン16以上になると、あのなんか強制的に終了するっていうチェーンがっていうのがありまして、ちょっとねマジで、ね、終わってんですよね、それが。はい、でこれはまあ関係ないカードをゲームから除外ブラーってして、で白雪が特殊召喚されます。でチェーン13、ケルド、まあ、これはマジなんでもエクストラモンスターでいい。はい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 。でチェーン13、チェーン14ムドラチェーン14ってなんだよってなるよな。チェーン14ってなんだよ。はい、でここでチェーン切って、手札から打ち込みましょう。チェーンストライク発動。本来であればね、チェーン20で勝ちなんだけどね。うわー、チェーンの数かける400ポイントの大ダメージ、つえー6000パー、
で、特殊召喚、特殊召喚、これ全部レベル4で特殊召喚でしょ。ちなみに相手のライフもう2000しかないらしいです。相手のライフがもう2000しかねえという話ありましてですね、はいはい。バルバリッチャーで、さらに1100ですあとライフ相手ので、フェリスとバックショットで、バックショットで500番あと残りライフが600です相手。おっと相手のライフが残り600しかないぞ、いけーガガガガンバン効果発動、さようならゴミデッキすぎるコラミ君ちょっとチェーン16で止まる仕様をどうにかしてくれ、対戦ありがとうございました。